はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。ロータスラジオ、ショーモンです。ナオキです。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はね、はい、久しぶりに早速質問していきたいと思います。はい、お願いします。ナオキくん、はい、ダルマって聞いたことありますか？はい、あります。おお、さすがダルマ。はい、さすが仏教フェチ。ありがとうございます。お墨付きで聞いたことありますよ、はい、ダルマ。はい、仏教フェチじゃないとあんま聞いたことない。じゃなかったらなかなか聞かないですね。まあダルマさんかなみたいな。そうですね。ダルマじゃないですもんね。ダルマですもんね。はい、ダルマ。選挙で勝った時のダルマさんではなくて、ダルマです。ダルマ。はい。ダルマって意味わかるんですか？そう、痛いとこ疲れますね。痛いとこ疲れ。なんか法っていう漢字を当てるところは知ってます。いいですね。で、なんかこう仏教でいう、うん、結構このもう究極の教えってなんかあれですけど、うんうん、本当にこう根っこの部分というか、うん、なんか一番大事な教えというか、うんうんうん、なんかこうちょっと重要っていうイメージもあります。はいはいはい、ただその中身はじゃあどうなのって言われると、うん、なかなか説明はしづらいなっていう印象です。ダルマって。まあ、直樹くん言ってくれた通り、はい、一応漢字一つで訳すとしたら法なんですよね、うん、で、まあ、本当におっしゃってたことは全く間違ってなくて、うん、はい、まあ、仏教の教えとか真理とかもダルマって言うんですよ、はい、これはもう間違いじゃないんです、うん、でも実はね、もっと広い意味が広い意味、はい、あるんですよ、はい。ダルマっていうのはもともとドゥリっていうサンスクリット語の、名詞形なんですね。ドゥリ、はい、ドゥリっていうのはまあ、ホールディングとホールドとかメインテインとか、あ、そういう意味があって、うんうんうん、こう、まあ、サポートみたいなのも意味があるけど、うんうん、この維持するとか、うん、こう掴んで支えるみたいな意味があって、要はこの世界を維持するものとか、うん、なんか人間の秩序とか維持するもの、うんうん、で、あるいはこの世界の物理的法則、うんうん、神の法則、うん、でが世界をこうメインテインしてるわけですよ。世界をこうホールドして、うんうん、サポートしてるんですよね、うん、そういうの全部ダルマって言うんですよ、うん、だから法って言ったけど、うん、それはそうだよね。法律とかもこの人間社会を維持してる、うん、からダルマなんですね。ダルマ。でも一方で真理とかもこの世界をこう維持してるわけでしょ、うんうん、だからダルマ、ダルマなんだよね、うん、だから割と何でもダルマになってくる。ルール、ルールもそう、人間のルールもそうだし自然のルールもダルマだし、うん、それはもう当時の仏教世界でもそういう使われ方とか、当時の仏教世界がそういう使い方してたんですか？実はこれ今でも使ってて、今インド人に宗教、リリジョンは何ですかっていうところの聞き方 の、はい、のリリジョンで当たるものはダルマなんです。えファットイーツはダルマなんです。え、それがあなたの宗教は何ですかって。そうそう、面白い。で、それインドではですか？インドでは、インドだけで、インドだけだ。ダルマってインドでしか通じないでしょ。おー、面白い。そう、ファットイーツはダルマっていう聞き方をするんですよね、うんうん、まあファットイーツは面白いけど、それあなたの宗教は何ですか、うん、でも宗教って言った時のこのニュアンスは若干違うんだよね。レリジョンとダルマですか、うん、どう違うんですか？例えば宗教だったらもう神様系じゃない？なんかセットというか思い浮かびますね、うん、連想イメージみたいな、なんかもう人間の世界のことじゃない感じの、はい、うん、もっとこう、ま、神様の法則とか、うんうん、宇宙の法則みたいな方に入ってくるんだけど、はい、ファティズやダルマって言ったら、うん、なんかあなたのモットーは何みたいな。ああなた、さっきの質問やったあなたを支えてるものは何みたいな。あなたの生き方の指針は何みたいな。おお、なんか宗教とはまた別ですね。確かにそう聞かれると、だから日本ニュアンスが違ってくるというか。そうそう、そうなんですよ、うん、だから宗教ってこう一言で言っちゃうと、うんうん、ちょっと危ないとこがあって、各国宗教に対する考え方が違ってて、そうですね、はい、もうそもそものなんていうのベースが違ってるんだよね、うんうんうん、日本人は宗教なんですか、無宗教です、うんうん、って言えるじゃん、はい、でももしインド人がダルマなんですかって言われて、ダルマありませんって言ったら、えみたいな、うんうん、
じゃあなんかお前の倫理も道徳もどういう指針で人生を歩んでんのみたいな感じで、ダルマなしでどうやって生きてんのみたいな、価値観ありませんみたいな感じ、あなるほど、ね、まあ全然違いますね、うん、だから日本人は別に宗教ってもそういう神様系だから別になくても生きていけるんだけど、うんうんうん、インド人にとってダルマは何ですか、ダルマは、うん、もうなんかもう生きる上で不可欠な行動指針っていうの、うん、人生のプライオリティというか、うんうんうん、そこに向かっていく生きて、うんうん、それに沿ってまあ一応生きてるみたいな、じゃあそのダルマは人それぞれあるってことですか、人それぞれ、例えばなんか嘘をつかないとか、あ、はいはいはい、家族を愛して生きるとか、うん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 、例えばこうと友達を傷つけないみたいな、うんうんうん、それぞれあるってことですか、あるある、だまず誰まで仏教って答えるって感じじゃなくて、仏教って答えるレイヤーのダルマもある、まあ、もちろんそれが一番一般的だけど、なるほど、まあ、さらにもうその下にも自分の個人のダルマとか、うんうん、一族のダルマとか、あ、一族のダルマ、うん、すごい、だからそれも全部ひっくるめてダルマだから、なるほど、別にだから日本人は宗教って言ってキリスト教とか、うん、仏教とかイスラム教って思いつくけども、はい、彼らにとっての宗教っていうのはそういうもんじゃなくてダルマなんだよ、だから自分を支えるものみたいな感じ、そうなんですね、そうそうそう、だからめっちゃ広いのに、確かに何でも結構ダルマになってくる、うんうんうん、でちなみに仏教、ダルマって言ったら仏教だと思うかもしれないけど、うん、インドでは今もキリスト教はクリストダルマっていうんだよね、へえ、すごい、で仏教のことはブッダダルマ、それはどういうことですか、インドではそう呼んでるってことですか、仏教の教義にあたるものがダルマだから、インドではね、一応何にもつけないダルマって言ったらおそらくヒンドゥー教を指すんだと思うんだよね、はい、ああなるほど、うん、一番一般的な、うん、一般的な宗教のことを指していると、そう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 、へえ、ブッダダルマ、だからキリスト教もクリストダルマ、はあ面白い、うん、それもインドだけでってことですか、この世界、まあインドだけだよね、いやめちゃめちゃ面白いですね、使わないからインドしか、へえ、まあ、それがねだからダルマなんだよね、なるほど、割と何でもかんでもダルマにできちゃうっていうところがある、うんうんうん、でですよ、はい、なんでそんな難しいダルマの話を出してきたか、うん、って言いますと、はい、我々は瞑想を勉強してるんですよね、はい、我々の瞑想の教科書は何でしたっけ、サティパッタナスッタですよね、念処経、はい、ブッダの気づきの瞑想、こっちは大念処経、この念処経、気づきの瞑想のお経、これが教科、瞑想の教科書、はい、で、まあ、なんか瞑想について語ったり、うん、瞑想について考えるときはもう必ずこれをいつも参照にして、うんうん、ブッダがどうやってインストラクションしてるのかなっていうところを一応確認してから瞑想について語るっていう、うん、我々の基本スタンスですね、うんうん、はい、で、いろいろやってきました、はい、これまで、うん、どんな瞑想を扱ってきましたか、体の瞑想ですね、はい、最初は体の瞑想、まあ、呼吸とかは感覚とかも含めてね、うん、体の瞑想、そして感覚の瞑想ですよね、体の瞑想が終わったら次は感覚、その次覚えてます、心、おお、来ましたね、心の瞑想、だんだんこう外側から内側に来てますね、はい、そうですね、体来て感覚来て心来て、心、もうそれ以上はいかないんじゃないですか、それ以上いかないのかなっていう内側に感じなんですけど、今度はですよ、今度は、うん、心の対象の瞑想っていうのなんですよ、うん、心っていうのは分かってないね、はい、はい、みたいな感じだね、はい、心の対象、はい、心の対象で、心の対象って言っても分からないから、うん、元々の言葉を教えます、うん、ダルマです、ここでダルマですね、はい、ここでぶち込んで、いや、それ言われてもよく分かんないですけどね、ここでダルマです、心の対象イコールダルマという捉えていいんですか、心の対象イコールっていうか、ダルマを心の対象って翻訳してるんです、複雑、このティクナットハンさんは、ほんほんほん、心の対象をダルマと訳している、うん、まあ、ティクナットハンさんに限らずみんなそうやって訳するんですけど、要は、まあ、体があって呼吸があって感覚の対象って分かるじゃない、うんうん、はい、冷たいものが感覚の対象じゃない、うん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 、触覚のね、はい、で心まで来たんだけど、うん、心っていうのは何だったか覚えてる？心は何だったか、うん、ああ、何でしたっけ、心、
心っていうのは、要は知る機能、情報を処理する機能、まあ、コンピューターみたいなコンピューター役割なんですよ、でもコンピューターってコンピューターだけあってもしょうがないよね、データを入れていくからコンピューターって、動くし、そのためにあるんだよ、データ処理のためにあるんだから、データがないと何にもならんわけ、このデータに当たるものが心の対象ダルマなんだよね。ほう。でその中でも、まあ、一番大切なもの、瞑想に役立つこの世界のなんていうの性質、この心がこうキャッチする、この世界の性質を、ここでは心の対象って言ってるんだよね。むずいよね。めちゃむずいです。なんでかっつったら、これは、このブッダの瞑想経典、念処経の中の、もう最終段階、ファイナルステップ。おお、もうここが終われば、ここが終われば悟りってことですか。もう悟り、瞑想マスター、瞑想マスター、ヴィパッサナの極みです。極み、奥義なんで、確信に、奥義なんで当然むずいですよ、なるほど。普通の今までやったら、熱い冷たいとか、感覚だったり呼吸とか、あるいは体のなんか各部分の、各部分がどうなってるか、とか、まあ見てわかるし、どうやって観察してわかるっていうもんだったけど、最後のここはかなり抽象的なんですよ。だからダルマって世界の真理って意味があるって言ったじゃん、ちょっとそういう感じに近い、世界をこう支えてて心がキャッチする、なんだろう、世界の本質みたいな、世界の性質みたいな、真理って言ってもいいと思うけど、そういう、もうこれは上級者なんですよ。上級者段階の瞑想なんですよ。確かになんかこう頭でなんか理解ではしづらいですね、抽象的なので。そうですね、もうこれは当然体の瞑想終わった、感覚終わった、心の瞑想終わったっていう人がもう到達する領域なんだよね、もうすでに心の辺でなんかもうわけわかんない、途中からなんかこう下脱した心とか、あれもゴールしてるんじゃないみたいなのが出てきた。あ、心の観察の時に、大きい心とか何かいろいろ出てきたと思うんだけど、もうあの時点で多分ちょっともう、あ、普通の瞑想のなんか段階超えてんなみたいな。あ、なるほど。さらにその超えた先にあるのがこの心の対象の瞑想、瞑想観察、瞑想、なんでちょっとね、実はここはプラクティカルじゃないかもしれないんだけど、これは実は仏教のキーワード的な、教えがこうギュッと入ってるんですよ、この中に。キーワード的な教え、仏教とか、例えば、4つの真理、師匠体とか、8つの、正しい修行の方法、八正道とか、結構キーワード的なのがあるじゃん。はい、ありますね。これのいくつかかなり大事なやつが、ここに入ってるんで。あ、全部が入ってるわけじゃないですか。師匠体と八正体の全部が詰め込まれてるわけじゃなくて、その中でも大事なやつだけが。そう、しかも瞑想中に、瞑想中に役立つ大事なものが詰め込まれてる。だって世界の真理って言って世界の性質とかもう無数にあるじゃん、別に原子とか冷たいとか、もういろんなものがある中で、ブッダがこの瞑想のインストラクションの中で取り上げてるんで、プラクティカルに聞こえんかもしれんけど、仏教の教えの中では、まあ、かなり瞑想に使えるっていうやつをまとめてくれてるんですよ。気になる、ね、はい、だからちょっととっつきにくいところあるんだけど、あ、このキーワードを抑えたいなっていうところを、この瞑想の教えと一緒に抑えてくれるんで、結構ね、役に立つと思うんです。だからちょっとね、難しいかもしれないんですけど、なるべく噛み砕いて、ご説明いたしますので、どうぞ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、じゃあ、ここで切って少し次のところに行きます。心の対象に対する瞑想、気づきの瞑想の、部にいよいよ入ってまいりました。これは実は5つの心の対象、ダルマ、仏教の、まあ、瞑想のやっていく中で大切な、なんていうんだろうな、まあ、世界の性質、知っと押さえといてねっていう、仏教の教え、っていうのを5つ紹介してるんですよ、この経典の中では。その第1番目、
です、はい、第1番目は五害って言います。うん、聞いたことあります。五害聞いたことある。五害どういう漢字を書くんでしょうか。5つの、はい、確か蓋でしたっけ。おー、いいですね。5つの蓋で五害ですよね、はい、そうです。5つの蓋ですね、はい。蓋を害って呼んで、まあ、ニーバラナってパンチャニーバラナって言うんですけど、これは心を蓋のように覆って、うん、観察瞑想を妨害する障害。まあ蓋っていう語感から分かると思うけど、うん、まあ、要は瞑想の邪魔者、うんうん、瞑想を妨げる5つのものっていうのを誤害っていうんですね。誤害というと、はいはい、でなんでいきなり障害から始まるのかなっていう感じしません？うんうん、おー、そう言われるとなんじゃないですかね。ねえ、だってもっとなんかね、世界は苦であるとかね、あ、世界は無常であるとかね、はいはいはい、まあ、仏教らしい教えですね。仏教らしい教えはいっぱいあるんだけど、はい、やっぱりこれは瞑想経典だからと思うんだよね。うーん、瞑想がうまくいくように教える経典だから、うんうん、まずはやっぱり、そのハードルになるところを抑えていこうよっていうのが、あのこのブッダの真意だと思うんだよね、うん、あー、なるほど。まあ、敵をあるじゃん、孫子の兵法とかで、うんうんうん、敵を知って己の百戦危うからずですね、というような感じで。あ、じゃあまずは敵を知ろうと。まず敵を知ろうっていう、瞑想中に出てくる敵を知ろうと、はい、多分そういうブッダのプラクティカルな意図がここにはあると思うんですけど、うん、ちなみにさっきのそのこの全て苦であるとか、うん、無常っていうのはまた別のお経に書かれてあるっていうことなんですね。そうですね、それは一番最初に説かれてるんで、はい、諸天法輪経っていう、天法輪経っていうのがあって、うん、あと無我僧経っていう、うんうんうん、もうこれはブッダのデビュー、うん、ファーストシングル、セカンドシングル出してきてるんですよ、はい、だから時系列的にはまあそれが一番最初だし、うんうん、まあ、メインではあるんだけど、うんうんうん、まあ、ここはもうなんかそういう一応もうお坊さん向けにこれはインストラクションしてるから、はい、基本は押さえてるはずなんですよ。もう、ああ、これを読んでる人は読んでる人は無常とか苦とか無我とかは一応押さえてるっていう体で、その上で瞑想するにあたってこういうところを具体的に気をつけていく。ああ、なるほど。なんとなく今ちょっと入ってきました。はいはい、だからちょっとこの心の対象のところでそういったこの苦であるとか無常が解かれてるわけではないと。そう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 、もちろんダルマの中にそれ含まれるんだけど、はい、全部のダルマってこの短いお経で全部教えきらんし、はい、もう教えても意味ないんで、はい、でも瞑想に必要なダルマだけピックアップしてるんですよ。ああ、オムニバスです。わかりました、はい、教えのオムニバスです。わかりました、はい、オムニバス、はい、そう言ってくるとすごいなんか入ってきやすいですね。わ、はい、かりました。じゃあ使えるやつだけここにセレクションしていると。そういうことです。わかりました。で、あの、なんで誤解を、まあ、最初に持ってきたかっていうことをこの、うん、スマナサラ長老が、ここでお話しされているのでわかりやすいんでちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、これは誤解は基本的な心についてのダルマで、どんな人の心もなぜ思う存分力を発揮できないかというと、この蓋が鍵をかけているからなのです、うん、なぜ人は勉強できないのか、能力がないのかといえば、この5つの蓋にやられているからなのです、うん、瞑想をしてもなぜ自分の心は俗世間の次元を破って自由な次元を見つけられないのかというと、破るどころかここで押さえつけられているからなのです、うん、それならば先にその5つを知るべきなのです、うん、五害というダルマは瞑想する人が必ず観察すべきものであって、これを観察しなければ瞑想は先へと進めないのです、うん、と言ってるんですね。なるほど、分かりやすいですね。分かりやすいですね、はい、もうなんか人間の脳はさ、20% ぐらいしか使ってないみたいな、うん、言いますね、はい、本当はフルパフォーマンスしたら、うんうん、もうえらいことできるのに、うんうん、まあ、ほとんどしかできない、はい、でそれとまあ似たようなことなんだよね、うん、瞑想も極めていくとすごいいろんな体験いろんなことが分かってくるのに、うん、はい、多分蓋をしてされててできてない、うん、この蓋をこじ開けよう、うん、開けようとっていうのがまあブッダの目指すところなんで、うんうん、まずはその蓋へ適用しろっていうところ
から入ります。でここでもですねヴィパッサナーの原則が適用されます。はい、そうです、分けるんですね、はい、考えて、はい、だからこの障害を5つに分けて解説して誤解っていうんで読んでいると、はい、あのブッダがどうやってこれを教えてるか、うん、ちょっとお経の紹介に移りたいと思います。はい、はい、心の対象ダルマに対する気づき法髄観15つの修行に対する障害の観察誤解の部。ビクたちよ、修行者はどのようにして心の対象ダルマにおいて心の対象の観察を続けるのだろうか。まず修行者は5つの障害誤解について心の対象において心の対象の観察を行う。その観察の方法はこうである。1、心に肉欲貪欲があるとき、自分の心には肉欲があると気づき、肉欲がないとき、自分の心には肉欲がないと気づく。肉欲が生じ始めたとき、それに気づく。すでに生じた肉欲を放棄したとき、それに気づく。すでに放棄した肉欲がそれからの地にも生じないとき、それに気づく。2、心に怒り、真理があるとき、自分の心には怒りがあると気づき、怒りがないとき、自分の心には怒りがないと気づく。怒りが生じ始めたとき、それに気づく。すでに生じた怒りを放棄したとき、それに気づく。すでに放棄した怒りが、それからの地にも生じないとき、それに気づく。3、心に退屈や眠気、懇人睡眠があるとき、自分の心には退屈や眠気があると気づき、退屈や眠気がないとき、自分の心には退屈や眠気がないと気づく。退屈や眠気が生じ始めたとき、それに気づく。すでに生じた退屈や眠気を放棄したとき、それに気づく。すでに放棄した退屈や眠気がそれからのちにも生じないとき、それに気づく。4、心に動揺や後悔、情故、悟がある時、自分の心には動揺や後悔があると気づき、動揺や後悔がないとき、自分の心には動揺や後悔がないと気づく。動揺や後悔が生じ始めたとき、それに気づく。すでに生じた動揺や後悔を放棄したとき、それに気づく。すでに放棄した動揺や後悔がそれからの地にも生じないとき、それに気づく。5、心に疑い、疑があるとき、自分の心には疑いがあると気づき、疑いがないとき、自分の心には疑いがないと気づく。疑いが生じ始めたとき、それに気づく。すでに生じた疑いを放棄したとき、それに気づく。すでに放棄した疑いがそれからの地にも生じないとき、それに気づく。これが心の対象において心の対象の観察を保ち続ける方法である。このように心の対象の内や外から、または内と外の両方から観察する。心の対象において物事が生じつつある過程や消えていく過程を、または生じ消えていく過程を同時に観察し続ける。さらに理解と十分な気づきがもたらされるまで、ここに心の対象が存在するという事実を注意深く受け止める。雑念にとらわれず、あらゆる束縛を受けずに、この観察を保ち続ける。ビクたちよ、これが5つの障害について心の対象において心の対象の観察を行う方法で。心の対象の観察、ダルマの観察の第一
号外5つの障害の部、うん読んでみましたけど、はい、どう感じられましたか。一つ疑問があります、はい、それから一つ目と5つ目、うん、1つ目が肉欲、うんうんうん、まずそもそも肉欲が何なのか、はい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 、1つじゃないです、もう一つ疑問がありますね、はい、で最後の疑いは何に対しての疑いなのか、はい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 、っていう2つが疑問残りましたね。その他の怒りとか眠気、はいうんうんうん、あともう一つが後悔とか動揺はなんとなくこう分かるというか、そうですね、瞑想中にまあ確かに出てくるなっていうのは分かったんですけど、うんうんうん、その肉欲と疑いだけがちょっと分からなかったんで、了解です、了解です、詳しく聞きたいなと思います。それを解説するために私はここにいるんで、ありがとうございます、はい、任せてください。うわー、安心感めっちゃありますね楽しみです。いやいやいや、あの一個ずつ解説していきたいと思います。はい、まずは、豚欲、豚ってむさぼりの欲なんですけど、うんうん、まあ、これ言い換えて肉欲って言ってるんですけど、むさぼり、うん、むさぼりの欲、うん、まあ、あのカーマとか聞いたことあると思うんだけど、あーあのカーマスートラとかね、ちょっとエロチックな経典であるんだけど、はい、これがね、あの欲とか豚欲って言って、うんうんうん、肉体的な欲望、うん、要は抽象的なやつじゃなくて、うん、マジでこう性欲とか、うんうん、食欲とか、うんうん、あの、あ、食欲もですか。食欲もだよ。へえ、うん、あの例えば、あ、お腹空いた、ご飯食べたい、うん、これ瞑想中に来るよね、うんうん、とか寝たい、うん、もう圧倒的に来るよね、はい、寝たいとか、あ、もう早く終わってテレビ見たいみたいな、うんうんうん、それも肉欲になるんですか。これも肉欲。へえ、めっちゃ幅広いですね。幅広い。どうしたら、だからもう基本的にあの人間が感じる、なんていうのかな、あ、もうよくなんかしたいは全部入る。ああ、なるほど、うん、デートしたいとかも入る、はい、え、それがいきなり一発目に来るんですか、誤解の。なんか多分一番やっぱり障害の第一なんじゃない。あ、これって一番目が順不動じゃなくて、順不動で一番目がやっぱ一番難しいんですかね。なんか何々したいってなんか常にこう思い続けちゃうというか、まあそういう人間はそういうふうにできてるからね。だから一番最初にこれが来たのかなと思って。そうだね、うん、一番最初にこの順番は意味があるかどうかも微妙なところなんだけど、はい、そうなんですね、うん、まあ多少の意味は含んでると思う、うんうんうん、一番最初に肉欲っていうのを置くっていうのは、うんうん、もうね、ブッダは欲まみれのやつらに付き合ってきて、ね、詳しくはあのね、はい、あの過去の動画を過去の動画を参照ですね、見ていただいたらいいんですけど、はい、もう欲まみれのやつ戦ってるからね、はい、あ、じゃあその人たちはこの誤解の肉欲にやられてたんですね。第1番目でいきなり初戦突破できずみたいなうわー、でもこれ1個目に持ってこられたらだいぶきついですけどねまあ初戦にして最強の相手だよね。そうですね、はい、欲望です。なるほど、はい、これはでも瞑想中もいっぱいあるよね。ありますね、うん、もうこれしたいとかね、はい、でアイデアが浮かんできたり、あ、もっとこれこんなしたいみたいな感じで、はい、もう無数に出てくるんで、うん、これはもう観察しやすい、うんうん、あ、逆にいっぱいあるなるほど、うん、いくらでもあると思うんだよね、はい、てかこれないと生きられんしね、うん、あ、そう、生きるってことはなんか欲望を持ってるってことだから、うんうんうん、死んじゃうからね、はい、歌が止まったら、うんうん、まあ、死にたいって欲望もあるんだけど、また仏教にはね、多分それはここには入ってないね、はい、消滅したいって欲望があるんだけど、あ、それもお経に書かれてあるんですか。うん、3つの欲があるっていううちの1つが死にたい方の欲望、気になる、はい、まあ、ちょっと人類保管計画っぽいやつの、なんすか、めちゃめちゃ興味を沸かせられてくるじゃないですかちょっとエヴァと仏教みたいな今回やってきたので、ね、はい、ちょっとまた別の企画で、ぜひ、はい、だからこれはもう欲だから、はい、もう普通に今まで通り ラベリングすればいいんですよ。あ、なるほど。来たら、あ、なんか従ってる従ってるみたいな、あ、音楽聴きたがってるわ、食べたがってる食べたがってる、お腹空いてるお腹空いてるみたいな、うんうん、で欲望欲望欲望とかね、はい、ラベリングしていけば、うん、もうこれで結構ですっていうところ、うん、なんで、はい、これは簡単なんですよね、うんうん、で2番目、怒り、うん、専門用語では真にっていうんですけど、真にトン、ジン、チの、ジン、あ、これもうこの漢字めっちゃ難しいんで、うん、あのテロップでこう出しときます確かに絶対書けないですね。書けたら漢字検定何級か、はい、やばいですね、通る感じの漢字なんですけど、まあ、要は怒りや嫌な気持ちですね、はい、で例えば、まあ、これもあると思うんだけど、もう足が痛いとかね、さっきも直樹君言ってたけどね、はい、我々あのこうやってお寺でやってるんで、あの一応あの
アグラ？アグラというか、あの半カフザなり、はいはい、安楽座なり、はい、まあ、ちょっと座禅っぽい感じで座ってやってるんですけど、はい、直樹くんがあの長時間の収録に耐えきれず、はい、足が痛いと、はい、怒り、それが怒りだったんですね。これ、まあ、嫌な気持ちだから嫌な気持ちもこれ入るんだよね。ああ、嫌な気持ちはその怒りに入る、怒りに入る、まあ、心のほら、心の観察のところでやったけど、はい、あの全体的にこのそのデータを受け入れたくないっていうような気持ちは、うんうん、あの怒りに分類される、分類される拒否っていう、嫌な、それもじゃあ幅広いですね。これも広い、うん、めちゃめちゃ広い。だから、あの、まあ、誰かムカつくっていうのは当然あるし、蚊、うんうん、はい、とかハエがうるせえとか、そう、外の音うるせえなみたいな、うんうんうん、瞑想集中できないじゃねえかみたいな感じ、うんうん、なんでこんな早く起きなきゃいかんのとか、うんうんうん、まあ、あるあるですよね、はいはい、瞑想、瞑想あるある、リトリートあるあるなんですけど、はい、それは全般的にこれに入って、なるほど、これも大きな障害、うんうん、なんで、まあ、これも結構簡単。そうですね、あの怒り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 とか、うん、怒りを抱きしめてくださいっていう、うん、あのティクナット、はい、ティクナットハンさんのやり方でも結構でございますし、はい、あの嫌がってる嫌がってる、あ、ムカついてるムカついてる、うるさいと思ってる、うん、みたいなのもあり、うん、はい、で、まあ、それで大体対処できるんだけど、僕はね実はかなり恵まれて、まあまあのんきな幸せな日々を送っとるんですよ、うん、でもマジで命を脅かされる人って、うん、なんかもうこの怒りやばいらしいんですよ、ね、え、やばいということはどういうことですか。怒りっていうかもうちょっと恐れに近いみたいなんだけど、うん、僕友達に元ヤクザの組長さんのお坊さんいるんですよ。へえー、ああ、はいはいはい、はいはい、某じいさんです、はい、はい、某伊勢にいらっしゃるじいさんなんですけど、はい、あの人とちょっとお話しする機会があって、はい、どんな瞑想してますって聞いたら、僕は慈悲の瞑想してます、うんうんうん、あ、そうなんですかみたいな。慈悲の瞑想って意外に私よく分かんないっていうか、うん、あんまりなんかこう、しっくりこないっていうか、うん、もちろん自分が幸せになりますようにとか、うん、あの自分の親しい人が幸せになりますようにとかはいいんだけど、うんうん、嫌いな人とか見ず知らずの人って探さないかんのよ、うん、あんまいないのよ、うん、私は多分すっげえ幸運なことに、うんうんうん、見ず知らずの人は、まあ、思いつかないっていうだけで、うん、あと嫌いな人は、嫌いな人は、まあ、もちろんいるにはいるんだけど、なんかそんな強烈に嫌いなわけじゃなくて、うん、普段忘れてるぐらいの嫌い度なんだよね、うんうんうん、だからなんかあえて探すのがめんどくさいんだよね、あの慈悲の瞑想中に。あ、そういう感覚なんですね。なんか結構は結構すぐ出てくる。いや、僕もどっちかと出ないタイプです。出ないタイプ、はい、だからあの本当に苦しみ抱えてる人とか、うん、本当に悩んでる人とかは多分すぐ出てくる、うんうんうん、で、キュッ、あ、言っちゃった。言ってんけど、あのじいさんもですよ。あのじいさんも、言うとかなかんすね、これ。じいさんも、あのじいさんもリアルにその組抜けた時に追われるっていうか、はい、マジやられるみたいな。本当殺されそうで、はい、リアルに殺されそうになったみたいな。はい、だからもう怒りとかも、はい、なんか我々が感じるようなレベルじゃなくて、うんうん、マジで怒り、なんかもう、もう怒りとか恐怖がマジなんだって。うんうんうん、でも瞑想とかもう目つぶった瞬間、もうそいつのこうヒットマンの顔がパーって出てきて、はい、瞑想どころじゃないんだって。はい、で、だから怒り怒り怒りとかラベリングしてる場合じゃないらしいんだよ、うんうんうん、もう本当にリアルにもうやられるみたいな、はい、もう殺したるみたいな感じの、はいはい、そういう世界にやっぱ生きてらっしゃってから、うん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 、本当に多分ね、もうありありと出てくるんだろうね、この怒りとか相手が、うんうん、だからもう追っつかないと、うん、そういう人は慈悲の瞑想がめっちゃ有効だとおっしゃってたんですよ。だってさ、あの瞑想って今あることを観察することだから、うん、今ある今例えば痛みがあるなとか、うん、あの呼吸があるなとか、呼吸なんて特にちょっと探さないと分かんないじゃん、うん、普段見過ごしちゃうから、はい、だから探してフォーカスしてみたいな、うん、あのプロセスになるんだけど、うん、もうそんだけもうありありと相手ムカつくとか、うん、怒りと相手が出てきたら、うん、もう探す必要ない、うん、もうそこにフォーカスするしかない、うんうんうん、でも普通にフォーカスしてると自分もやられるから、そこでもうその人が幸せになりますようにって、その人の慈悲の瞑想をやるわけなんですね。そう、苦しみがなくなりますよ。もうそこにドーンってあるから、はい、だから本当に心苦しい人と悩んでる人、あるいはもう
あのじいさんみたいに、うん、本当にある相手にもうリアルに脅かされてるような人、うんうん、っていうのはあのラベリングでは落ち着かないから、この慈悲の瞑想っていうのをぜひあの入れていただくと、なるほど、もうじいさんの実体験で聞くらしいんで、はい、うんうんうん、ここはもう 僕みたいな のほほんとしてる人間にはちょっとわからない領域だけど、あのそれはすごい、そっかみたいな、慈悲の瞑想ってそうやって使うんだって、うんうんうん、すげえ納得したんで、なるほど、うん、ぜひ使っていただけたらと思います、うん、はい、じゃ後半3つに行く前に少しブレイクを入れさせていただきます。ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございました。ご意見ご感想等いただけたら大変励みになります。メールアドレスはプロフィール欄概要欄よりどうぞ。それでは次回もお楽しみに。